気象予報士の三井さんに台風19号の特徴そして今後の進路について伺っていきますよろしくお願いいたしますまず今回の台風の特徴から教えてください、はいえっと、大きいというのとそれから強いということでそれによってですね雨の量が多いというこの三つだと思うんですね、はい、で大きさ非常にこの見ていただくと分かるように 多分東京関東に来るような台風の中では本当に非常に大きいあのこれまでにはないぐらいの大きさの台風ですね、はい、そして強さに関して言うと945ヘクトパスカル最大瞬間風速が60メートルということですのでもう外に出ること自体が危険ですはい。今後どういうふうに進んでいくんでしょうか、はい、あのま、ー、もなく上陸という感じなんですけれども、はいえー、夜の6えー、9時ぐらいには東京付近を通ってその後ですね 日付が変わる頃に茨城県から福島県の方に通っていくというような予想です。 はい、どの地域でいつ頃まで警戒を続ければいいのかというのは細かかく教えていただけます雨の予想もちょっとご覧いただきたいんですけれども、はい、特に関東地方に関して言うとです、ね、あの今夜いっぱいです、ね、雨の降り方に注意だと思います、もうすでにです、ね、箱根で700ミリ降っていたりあるいはもう関東の西部を中心にです、ね、500ミリ近い雨が降っていますのでこの後もですも、ね、雨の降り方、夜にかけてです、ね、注意ですね。ね、はい、そして 風に関してはですね、明日の午前中にかけてあの警戒していただきたいと思います。雨そして風も明日まで注意、はい、ということです。はい、さあそしてですね現時点で多摩川荒川相模川など氾濫危険水位を超えている川ありますけれども、今回この雨の量によって川の氾濫も非常に心配ですよね。そうですね。あの特に今回大きい河川がですねあの氾濫しそうな状況になっていると、はい、氾濫危険水位とか氾濫危険情報というようなこのような ワードが出てくるんですけれども、はい、この氾濫危険というワードが出てくるということはもうすぐ氾濫しそうという状況なんですね。うん、ですのであのそのような川の近くにいる方はですね、命を守る行動をとい,いと思います。とにかく川に近づかないこと、はい、そして常に命を守る行動を意識するということですよね。はい。はいはい